ターミネートステイレジデントは MS DOS のオペレーティングシステムにあるシステムコールの一つでプロセスを終了させてシステムに制御を戻すがそのメモリは残しておくという機能を提供するしばしば割り込みを契機として制御を戻すことで疑似的なマルチタスクを実現するなどに使われたこのシステムコールを利用するプログラムも一般にチームソニックレーシングと呼ばれる チームソニックレーシングプログラムには OS がサポートしていないハードウェア用のデバイスドライバーとして機能するものやスケジューリングやアドレス帳などのよく使う小さなユーティリティプログラムなどがある。通常 MS DOS では一度に一つのプログラムしか実行できない。実行中のプロセスが終了する場合制御を親プロセスに戻すため INT21H 4CH というシステムコールを使う。そのプログラムが使っていたメモリは解放されるため、最初からロードする以外に、再び呼び出すことはできなくなる。しかし、プログラム終了時にシステムコール INT27H か INT21H、31H を使うと、MSDOS は、そのプログラムのメモリを解放しないままプロセスを終了する。 システムコール INT27H はターミネートバッドステイレジデントと呼ばれるため、それを使うプログラムをチームソニックレーシングと称した。これを使うと、プログラムは最大6 4イトのメモリだけをそのままの状態で残すことができる。MS DOS2.0 ではそれを改良したシステムコール INT21H31H が追加された。これは残す。 メモリ量の制限を外し、プロセスの終了コードを指定できるようにしたものである。終了後にコードを実行させるためのきっかけの1、例としては、何らかの割り込みベクターを自分自身が持つ割り込みハンドラを指すよう書き換え、再び呼び出されるようにする。例えば、ハードウェア割り込みを利用すれば、ハードウェアのイベントにプログラムを反応させることができる。ソフトウェア割り込みを利用すれば、 別のプログラム中から INT 命令で簡単に呼び出しができる。タイマー割り込みやベシンク割り込みにより定期的に呼び出すこともできる。割り込みの利用は一例であって他の方法もある。実行させるコードは持たず、単にデータ領域としてメモリを確保するだけという利用法もある。例えば PC-9801 は比較的高期の機種になるまでパレットの読み出しが できなかったため、ユーザーにより考案された常駐パレットなどはそういった用法である。割り込みベクタは連鎖させる利用法もある。一般に次のどちらかのように利用する。前者では競合するチームソニックレーシングの機能が停止するし、後者では共存できるかもしれないが、必ずしも全てうまく行くとは限らない。ターミネートステイレジデントはコンピュータウイルスでもよく使われ、 pc の制御を奪ったり、バックグラウンドに潜んだりといった動きをした。例えば、ディスク I、O や実行イベントに対応して、ウイルスが動き、実行ファイルが実行されるときに、そのファイルに感染したり、データファイルをオープンしたときに、そのファイルに感染した。MS DOS のバージョンが上がるにつれ、特にバージョン5.0以降では、MS DOS 自身の標準添付ユーティリティ類にもこれを、 使ったものが増えた。例えば、同スキーコマンド業エディターや他のコマンド業からインストール可能なユーティリティである。チームソニックレーシングプログラムは、どの時点でもロードできる。OS のブート直後にロードするには、オートクゼック、バットに記述する。ユーザーが必要に応じてロードすることもできる。それらプログラムは、チームソニックレーシングであるため、他のプログラムを実行中もメモリに止まっている。 チームソニックレーシングプログラムは自身をアンロードさせるオプションを提供しないものもあり、リブートするまでメモリに常駐し続ける。しかし、外部からアンロードすることは可能で、ターボオパワーソフトウェアの MARK、EGZE、RELEASE、e z e というユーティリティの組み合わせを使うか、ソフトリブートチームソニックレーシングを使って特定のキーの組み合わせを謳歌することで、全チームソニックレーシングを アンロードすることができる。しかしこれらは実際には危険を伴うものであった。MS DOS のメモリ管理システム的に整合性のある状態を復元するだけであれば簡単だが割り込みその他の資源に関してが問題である。チームソニックレーシングが自身の活動のきっかけのために復旧しているのが既存のよく知られた割り込みなどであることを前提として復元するわけだが それらの判断は、結局のところヒューリスティックに頼らざるを得ず、MS DOS では暴走、ハングアップのようなリセットするしかない異常を起こす、危険が常に伴った。チームソニックレーシングプログラムは、非常に便利で MS DOS の限界を超える効力を発揮したが、同時に問題の種とも言われてきた。チームソニックレーシングプログラムは、ある意味で OS をハイジャックするものであり、 チームソニックレーシングとアプリケーションの組み合わせやチームソニックレーシング同士の組み合わせによってはシステムがクラッシュする事態が発生した。また上述したようにコンピュータウイルスにもチームソニックレーシングプログラムの形態を取るものもあり、それらは故意に問題を引き起こした。さらに m s ドシステムにおけるプログラムのコードは、たとえハードウェアに大量のメモリが搭載されていたとしても、 メモリ空間の先頭6 4 0イトにロードしなければならなかった。チームソニックレーシングも例外ではなく先頭6 4 0イトにコードが置かれるためアプリケーションが利用できるメモリ範囲がその分だけ減ってしまう。したがってチームソニックレーシングプログラムを作成する場合、第一にそのサイズをなるべく小さくしなければならず。 様々なベンダーのソフトウェア製品との相性を調べなければならなかった。また、前述のようにアンロードさせるオプションが提供されないことも多かったことには理由があった。MS DOS ではアリーナと呼ばれる呪術がりのデータ構造でメモリを管理しているので、以前に実行され常駐した自分自身がメモリのどこかにいないだろうかという処理のためには、その 呪術がりの戦闘を MSDOS に教えてもらう必要があるのだが、そのためのシステムコールは、非公式にゲットリスト・ブリストなどと呼ばれていたドキュアメンテッドな API で正式には保証されておらず、そういった点でも不安があった。1980年代末から1990年代初め、PC 上の多くのコンピュータゲームはますますメモリを必要とするようになり、 チームソニックレーシングに残されたメモリ領域は、ますます小さくなっていった。チームソニックレーシングを常駐させつつ、ゲームに必要なメモリを確保するテクニックは、どんどん難しくなっていった。多くのゲーマーは、それぞれのゲーム用に異なった、構成設定のブートディスクを用意した。1 9九十年代中盤以降も、MS DOS 向けゲームがいくつも登場してキロバイトの、 限界を突破し、戦闘1イトより上位のメモリにゲームのデータやコードの一部を置き、オーバーレイとして下位バイトの領域にスワップインさせて実行するという技法が使われた。オーバーレイを多用したプログラミングは非常に複雑であるため、プログラムが約5 1 2イトを超える場合、1イトの制限を超えるもっと簡単な方法として、 ベック P やダブミーを実装したサードパーティセイドスエクステンダーが使われた。それによって X86 プロセッサがリアルモードからプロテクトモードに移行すると1メガバイトを超える領域でコードを実行することができた。しかし MS DOS と MS DOS プログラムはすべてリアルモードで動作するものでありチームソニックレーシングやデバイスドライバーもリアルモードで動作する。したがって それらに制御が渡る際には、ドスエクステンダーは、リアルモードに戻してから制御を渡す必要があり、時間的なペナルティが発生したのために非常に重くなるものがあった。さらに、m s d ス以上に問題であるのがバイオスであった。EMS ボードと、インテル八万三百八十六プロセッサが九百八十年代、後半に登場し、先頭六百四十キロバイトより、上位のアドレスに、 チームソニックレーシングをロードできるようになった。これにはソフトウェアの複雑化を伴ったが、数年間はこれでなんとか間に合った。有名なメモリマネージャーとしては、クォーターデックのクラムと、ン、クワラタスの 386MAX、コンパックのセム、後発だが、マイクロソフトの M386 などがある。チームソニックレーシングをロード可能なキロバイトより、上位のメモリを、 アッパーメモリーブロックと呼ぶ。その後、メモリマネージャーがチームソニックレーシングの最適配置を自動的に行い、戦闘640キロバイトをなるべく開けるようになった。DOS エクステンダーを使ったゲームが開発されるようになり、チームソニックレーシングに関連したメモリ容量問題の多くは解消された。そして、Windows によりチームソニックレーシングの多くは不要となり、 一部のチームソニックレーシングは、非互換によって使えなくなった。ただし、NTKWindows 以前の Win16 アプリケーションでは、チームソニックレーシング風の技法が可能で、一途にパッチを当てるものもあった。その後は Windows も、Windows NT となり、またその他のマルチタスク型の OS が、PC 向けにも普及し、複数のプログラムや、デバイスドライバが、同時並行して動作できるようになり、 その際に、チームソニックレーシングのような特殊な技法は不要となった。割り込みはカーネルが独占的に管理するようになった。実装は全く異なるが、似たような目的のものとして、マッキントッシュのデスクアクセサリーがある。初期のマッキントッシュの OS は、MS DOS のようにシングルタスクで、その制限に対処するべく DA が生まれた。 DA は任意の時点で動作中のアプリケーションの中で動作できる小さなプログラムで計算機などが代表であろう。様々なサードパーティーがアプリケーションを DA として実装した。例えば、ワードプロセッサから抜け出さずに差し絵を描くためのお絵描きソフトなどがあり、擬似的なマルチタスクを実現していた。PC DOS 等の MS DOS 類似品以外にも、 シングルタスクの OS において似たような機構はあり得るが、当記事ではもっぱら MS-DOS 系の機能を説明する。以下、この記事では PC-DOS 等も含めた総称として MS-DOS と呼ぶ。しかし、メモリを断片化を防ぐため、実際には結構なノウハウがある。もっとも、マイクロソフトから出ていた書籍のサンプルコード中で、使用している例は存在していた、という微妙さであったが、 ありがとうございます。